今日はですね、福島を忘れない日本町からの声を聞く東日本大震災原発事故から2年の今ということで、講演会を催しさせていただきました。私は宇無井宮古島の、事務局であります前里と申します。本日進行を務めますのでよろしくお願いします。